国女子ハンファライフプラスインターナショナルクラウン初日4日5年ぶり4回目となる米女子ツアーの国別対抗戦が開幕タイトの初戦に臨んだ日本は古江彩香佐藤優香が与えヤテティクルパテタバタナキットに1ダウン畑岡奈紗渋野ひな子が森谷ジュタヌガンアリアジュタヌガンに2ダウンでいずれも敗れたフォアボール形式2人が別々のボールでプレーして良い方のスコアを採用のフォーマット 大会のオープニングマッチは、6番で佐藤優香、11番で古江彩香が、ロングパッドを流し込むバーディを奪ってリードしたが、すぐにタイのペアが追いつく、一進一退の展開。オールスクエアで迎えた、18番パー5で2音に成功した田タ端タナキットが、バーディとして競り負けた。畑岡奈佐と渋野ひな子は、姉妹ペアに先手を許しながら、5番パー5、8番と渋野ひな子が、バーディを奪って食らいついた。 二ラウンドリードを広げられた、13番も渋野ひな子がミドルパッドを沈めて差を縮めた。18番は渋野ひな子が、あ、グリーン手前から、あと少しで、ジップインイーグルという一打を見せたものの、及ばなかった。大会はマッチプレイによるチーム戦、勝ち 1PT、引き分け 0.5PT。予選3日目までは4カ国ずつの2グループに分かれ、1チーム2人のフォアボール形式の総当たり戦で争われる、 予選各グループ上位2カ国が7日の決勝ラウンドに進出。グループ1位と別グループ2位が同日午前に準決勝、午後に勝利国同士で決勝戦、敗者国同士で3位決定戦を行う。準決勝以降はシングルス2試合プラスフォアサム、2人で1球を交互に打つ試合形式1試合で行われる。渋野ひな子、悔しい気持ちは本当にめちゃくちゃある初の日本代表戦は黒星スタート。 1>, 1次リーグ B 組の日本は、タイと対戦し、渋野日向子、畑岡奈と共に24組は2ダウン、古江彩香22佐颯優花組、21は1ダウンで、いずれも敗れ、黒星スタートとなった。予選は、2人1組で良い方のスコアを採用する、フォアボールのマッチプレーで争う。 渋野ひな子は初めてのマッチプレーを経験できて、いつもと違う感情でできたので、緊張感もありながら楽しくできたし、悔しい気持ちは本当にめちゃくちゃあるので。 予選が行われるあと2日、みんなで勝ちを取れるように頑張ります。と、悔しそうな表情を見せた。渋野日向子、畑岡奈紗組は、姉妹の森谷ジュダヌガーン、有谷ジュダヌガーン組と対戦。ね、スタート前、渋野日向子、畑岡奈紗の2人は、会場で流れる音楽に合わせて、笑顔で踊るなど、リラックスした雰囲気だった。2番パー3で、森谷がバーディーでタイが1アップと先行。 タイに先行されながらも、5番パー5で渋野ひな子が、5番パー5、8番パー4で、バーディーと何度も追いついた。一時2ダウンと差が開いたが、13番パー3に渋野ひな子が約5メートルを沈めてバーディーとし、1ダウンと差を詰めた。最終18番パー5で渋野ひな子が、第3打をもう少しでチップインバーディーのナイスショットを見せたが、リ谷が2ンに成功し、イーグルチャンスに。最後にタイに突き放された。 日本最強カルテットがスタート初戦の相手は強豪対日本チームは2ペアともに分けでスタート女子ゴルフの国別対抗戦が例カリフォルニア州で開幕した8カ国それぞれ4人が出場世界一が争われる日本チームは旗岡奈紗古江彩香佐藤優香渋野ひな子の米ツアー組で結成最強カルテットが挑む 4カ国ずつに分かれた2プールに分かれ、予選ラウンドが3日間行われるが、日本は初戦でタイとの対戦。古江彩香笹生優香、畑岡奈紗渋野日向子というペアでタイペアと対戦する。日本チームは古江彩香笹生優香、畑岡奈紗渋野日向子ペアともにスタートホールをパートし、引き分けでスタートした。 3日間の総当たりを終えて各プール上位2国が準決勝、決勝が行われる最終日に進出する。畑岡奈紗は1番。日本代表メンバーの気になる入場局は、米カリフォルニア州サンフランシスコに位置する TPC ハーティングパークでは日本時間今夜5年ぶりとなる国別対抗戦が開幕する。 国を代表する4人がチームとなって望む一戦で日本は畑岡奈紗、古江彩香、笹生優香、渋野日向子が出場。初日は畑岡奈紗渋野日向子、古江彩香笹生優香がペアを組み、タイと対戦する、古江彩香笹生優香が全体1組目、渋野日向子畑岡奈紗が2組目でピオフするが、今大会ではティーングエリアに登場する際のパフォーマンスにも注目だ。 5年前の前回大会ではチームで一つの入場曲を選択していたと言うが今大会では選手一人一曲に変更出陣へ気合を入れるために思い入れのある曲を選手それぞれが選んでいるという日本メンバーがどのような曲を選んだのか気になるところだがその詳細はまだ明らかになっていないだが畑岡奈紗が自身の背番号1のこだわりを話した際に自分の入場曲は1番と明かすヒントも 畑岡奈紗といえばアイドルグループキングプリンスのファンそれを踏まえると昨年の紅白歌合戦でも披露した人気曲「石版」が濃厚だそしてまだ明らかにされていない渋野ひな子古江彩香佐藤優香が選んだ曲は一体現地時間の4日午前11時15分日本時間5日午前3時15分にティオフを迎えるがそれぞれの勝負曲にも注目だ